ただいまただいま。じゃあ行きますよ。で従属フィッターからだよね。そうです。待ってよ。音声も上げておいて。はい。じゃあ3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメルヘラのラジオ番あのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問質問お悩み相談何でも受け付けます。はい、健太さんの浅い知識と夏美のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏美さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、本日10月20日金曜日第56回の収録となっております。はい、はい、お聞きの皆さんは3日後の10月23日月曜日になっておりますが、うん、はい、結構ギリギリだったね。そうですね、今日もね、いつもね、毎週月曜日うん、に収録させてもらってるんですけれども、ちょっと MC 都合で、はい、今週は、何があったんですかね、3日前の金曜日に、の午前中に現在収録させていただいてるんですけれども、はいはい、何があったか言った方がいい？何があった？普通に土日ちょっと内地に行ってたんで疲れて帰ってきて、あ、そっか、はい、ちょっと、はい、お休みをいただいた。言わなくてよかったかな、じゃあ。言わされたんだけど、ね。言わされた、ね。なんで聞いたの？忘れてたの？いや、忘れちゃった。忘れちゃった。すいません。おかしな話ですけれども。すいません、すいません。はい、言ってたのが僕だけだからね。まあちょっと出張じゃないけど行ってきて、うん。はい。それで疲れて帰ってきてたっていうのもあって。うん。あ、ちょっとその月曜日はお休みしてたんだね。そうなんですよ、申し訳ございませんということでちょっと日にちを変えていただいて、でその夜ねちょっとまたパタパタしちゃってね、うん、大忙しで、はい、ラジオの本放送もねその夜いつも聞いてるんですけれども、うん、それも聞けずっていうのもあって、うん、はい、まあ無事木曜日、あ、今日金曜日か、今日金曜日収録できましたので、はい、で今日の10月20日がね、うん、なんていうのかな、10月20日が語呂合わせにちなんだなんかなんていうの、何々の何々の日みたいなのがあって、うんうん、はい、今日はその何々の日にちなんだテーマを、うん、ご用意して、ご用意して、はい、お送りしたいと思っておりますので、はい、はい、なんていうのかな、まあいろいろあることないことないことは言っちゃダメじゃない思いますので、はい、本日も短いお時間ではございますが、はい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージツイキャスどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お、早速ローさん、はい、来てます、チラッと見てます、ありがとうございます。ありがとうございます。これまあ言うのもなんだけどね、さっきね、もう番組も後半に差し掛かった頃でね、うん、22、23分の時に、そうそう、やっぱり撮り直そうってなってねそうそうそう、これ2回目の収録というかね、そうです、はい、なってまして、そうです、まあ、というのもちょっと YouTube 用のね動画を撮り忘れてたというかボタンを押し忘れてて、うん、撮影できてなかったので、そう、ちょっと時間がね
時間配分が、できてなかったから、できてなかった、ちょっとあれだな、うちはちょっと休んだから、ちょっと後ろでねちょっと切られる恐れが出てきたんで、そうそうそう、ちょっと感覚がちょっと鈍ったかな、鈍ってるね、はい、まだ疲れてるのかもしれません、はい、で先ほど話しましたように10月20日が語呂合わせで、はい、うん、頭髪、頭髪の日、はい、10日20日頭髪、あ、10月ね、うん、頭と20日の、初で頭髪、頭の髪の日、うん、と制定されているとのことから、うん、メッセージテーマを髪の毛、髪の毛、はい、といたしました。にちなんだお話、そうですね、はい、で、まあ、メンヘラジオなんで、メンヘラ的視点から髪の毛についてちょっと、うん、お話しすると、うん、まあ、夏美さんもそうですけど、はい、メンヘラさんは、うん、まあ、女の子に多いかな、女の子に多い、うん、っていう印象、うん、頻繁にねちょっと髪の色とか髪の髪型を変えることが多いなって感じてて、うん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 、まあ入院中とかもね、なんか外出していった、うん、女性患者が髪の毛とか 色、うん、髪の色とか髪型が変わって戻ってくるみたいなことがあって、夏美さんもね、よく髪の色を変えるんで、うんうん、なんでそんなに髪の色変えんのみたいな聞いたことがあって、その時夏美さんはね、なんか、落ち込んだ気分をね少しでも上げるためにちょっと変えるんだよっていう風に言ってたんだけど、うん、当たってますか？そう、当たってる、はい、夏美さんの場合は、うん、髪の毛を明るくしたら気分が上がって、うんうん、髪の毛を暗くしたらちょっと気分が落ち着くっていうのが、うんうん、自分の中で分かってるので、うんうんうん、ちょっとこれ気分上げたい、テンション上げたいぞ、これ、うんうん、これ来週このテンションのままじゃいけないとかっていう時は、うんうんうん、いきなりブリーチしたりする、はい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 、ブリーチしてもうテンションぶち上げて、うん、髪もぶち上げて、うんうんうん、はいはいはい、でね、今はちょっと前髪も短めだけど、髪の毛伸びてる時とかね、やっぱりなんか、うん、どうね、心なしか暗いかね、こんな伸びてる時、暗い感じになってるかな、うん、でやっぱり表情を隠すというか、誰とも視線が合わないようにみたいなことで、うん、前髪で隠そうとするさね、本当はね、そうしたいんだよ、うん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 、本当は前髪もここまで伸ばしてから、うんうんうん、もう全部バッサーってやって、どこが正面みたいなことやりたいんだ、居酒屋ののれんみたいにしたいんだ、そうそうそうやってるっつってからだからそうやりたいんだけどさ、うん、なかなかそうもいかんじゃん、なるほどなるほど、だからそういう部分からね、やっぱり、うん、なんていうのかな、精神状態と髪の毛の、うん、なんていうのかな、色だったり、うん、前髪の長さでね、長さだったり、なんかその人の精神状現在の精神状態がある程度反映されてる部分ってあるのかなって感じてて、うんうんうん、まあ俺自身もね、うん、引きこもりの時期には、うん、まあ、引きこもってて誰にも合わないからっていうのもあるんだけど、うん、髪型にねちょっとあまり気を使わなかったし、うん、実際ボサボサの頭寝癖のついた状態で、うん、コンビニ近くのコンビニに行ったりしてたのね、うん、まあ、うん、なんていうの、引きこもったりする前はなんかちょっと出るにも髪の毛触って寝癖直してってしてたんだけどね、うんうん、だから髪の毛だからなまあ陽キャは髪の毛にどうか分からんけど、まあ髪の毛ってねやっぱり身だしなみの一つではあるじゃん、うん、って言われるね、うん、だからそれが乱れ始めるとか、うん、なんか髪の毛のねその状態に気が向かなくなるとかすると、うん、もしかしたらその人体調が悪化してるかもねみたいな、そうそうそう、なんかバロメーターみたいになるんじゃないかなっていう、うんうん、だからちょうどこの頭髪の日で髪の毛っていうテーマいいかなと思ってメンヘラ嬢として、うんうんうん、はい、こちらに、しました。なるほど、うん、そしてちょっと2件ほどメッセージもいただいておりますので、うん、髪の毛について、うん、はい、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、はい、夢をつかぽんさんありがとうございます、いつも、はい、以前はかなりの剛毛だった俺、うん、あまりの剛毛で床屋の、うん、プロ仕様のバリカンを破壊したことがありますそんな俺も今ではすっかりハゲリマクリマクリスティとのことです。ハゲリマクリマクリスティってめっちゃ懐かしいラクリマクリスティって言ったよな、いたな、うん、
今もやってるのかな、わかんないけど。わかんない、うん、で、剛毛だったっていうことなんだけど、やっぱ硬い髪質だったのかもね。柔らかい硬いがあるから、硬い髪質と多い髪質、あ、髪質じゃない、うんうん、多い毛量で破壊したんだね。ガガガガって途中でねマジスチールールみたいな感じだったのかな、もしかしたら。そうかも、針金、針金だね。うん、夢をつかぽんさんはこういった小ネタをたくさん持ってるから、そう、小ネタたくさん持ってるから、すごいあのメッセージいただくと喜びますんで、お気に入りや、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではもう一件ですね。はい、はい、メンヘラネームハトさんより、あ、ハトさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございますみたいな。いつもありがとうございます。はい、悲しいかな、年々髪の毛が薄くなっているような、うん、なっていないような気がしています。どっちだよって話だけど。どっちだよ、最低でも40歳まで、うん、欲を言えば50歳まで髪の毛が生き残ってくれれば嬉しいなと思っています。うんうんうん、育毛剤や植毛などでどうにかするのではなく、うん、なんとか己の気合で髪の毛が生えるようにならないかなと思う今日この頃です。あ、やっぱ先ほども話したように食べ物はちょっと重要かもしれないから、うんうん、気合プラス食べ物で、そうね、そうね、うん、食生活でね、そうそうそう、それでなんとか持ってほしいね、うんうんうん、ハトさん。やっぱり食生活は髪の毛に影響しますか？すると思うよ、うんうんうん、やっぱさ、あの、うん、病院とかでさ、先生にさ、抜け毛が多いとか相談するとさ、うん、昆布食べろ、昆布って言われた。言われた。うん、おかめ食べろ、わかめみたいな。夏美さん摂食障害もあるからね、なんか十分な栄養が取れてなくて、栄養が取れてなくて、そう、摂食障害の食べなかったり、うんうんうん、食べ過ぎたり、うんうん、食べても吐いたり、うんうん、口に入れてそのまま出す、はいはいはい、チューニングみたいな、そういうことをしてると、あの爪の先とか、うん、髪の毛から、うん、なんか影響が出てくるらしいですよ。はいはいはい、まあ、精神的なね、やっぱそういったストレスだったり、うん、そういうのはやっぱ髪の毛に影響ね、最初の方でも話したけど、うん、そうそう、あるって。やっぱり引きこもってる時とか俺も抜け毛は非常に多かったですし、うんうんうん、なんか寝て起きたらもう枕、なんかおじさん2人で寝てたかなっていうぐらいの毛の量が。おじさん2人、もう1人なんか枕に頭乗せてたん違うかなっていうぐらい落ちてる時があって、うん、その時はやっぱり、おじいちゃんがね、うん、うちの父方の祖父が、うん、髪の毛、ハゲてた方なんで、うん、だからちょっと心配にはなった。心配にはなった、覚醒遺伝的な、うん、そうそうそう、あるっていうさね、あるっていうからね、うんうんうん、お風呂上がりの排水口に髪の毛がめっちゃ、あ、それもね、なんかこれちょっと違和感出てるなっていう。うん、夏美さん実際抜け毛結構あったよね。結構すごかったですよ。抜け毛とあと白髪、白髪、あ、抜け毛と白髪、うんうん、もうね、抜け毛の方はね、本当にね、もう こうやって髪の毛をこうやるじゃん、お風呂場で、うん、こうやって髪の毛をやったらもう本当、えって引くぐらい、自分で引くぐらい。そう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 、俺もあったあった、ごっそってなってたから、うんうんうん、で白髪の方もね、うん、なんかやっぱりちょっと目立つ時があって、うん、健太さん白髪抜くの好きでさ、うんうんうん、よくちょっと抜かせてもらってたよね。そうね、そうね、夏美の白髪抜いてたね。ちょっと横なってってちょっと抜かしてくれや、膝枕しながらピッ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 って。痛いって言うわけ、痛いって言ってるのに痛いの気のせいだって言うわけ、それどういうことって話じゃないですか。痛いっつってんのに。そうね、でも本当に白髪もそうだし、うん、抜け毛の量みたいなのって多分以前ほど多くなってないんじゃない？抜け毛は減ったと思うよ。ねえ、夏美だいぶ、うんうん、まあ本当に前のお家にいる時って、うん、まあお泊まりとか行くじゃん、うん、でお泊まりしたとしても1泊とか2泊とか、うんうん、なんかその2泊だけですっごい髪の毛溜まっていったりするもん。うんうん、排水口のところね。そうそうそう、俺だからこの子大丈夫かなと思って、あ、この子全然大丈夫じゃなかったですね、ハゲていくん違うかなと思ってた。ああ、うんうん、そんぐらい本当に心配になるぐらい
抜け毛があって、やっぱそういうのを振り返ったりするとね、うん、あの今回髪の毛テーマにしましたけれども、うん、頭髪の日ということで、うん、やっぱり髪の毛と精神的なものってやっぱりある程度密接な関係にあるのかなっていうふうには感じたよね。私は今は、うん、あの食べない時期よりも食べる時期になってるから、うん、あの食べてるから多分髪の毛もまあ安定してると思う、少し量とかね、はい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 、昔はぺちゃんこだった、それ悩みだったもん。もうぺちゃんこで悩んでる人結構いると思うよね。うん、今は摂食障害がひどかった時に比べると、うん、髪の毛にもちゃんと栄養が行き届くぐらい、うん、ちゃんとお食事も取れてるし、うん、あ、じゃあ暴露していい、暴露、はい、あのさ、昨日さ、ちょっとさ、夜中からさ、夜からさ、うん、あのラーメン食べに行ったさ。ああ、まあでも夕飯食べてなかったからね。夕飯食べてなかったから、うんうんうん、夜からラーメン食べに行ったわけ、うんうん、だからさ、それでさ、健太さんがさ、お家にさ帰ってくる間にさ、私お家にさ降ろしてもらってからさ、うん、そっからさちょっとさ、あの吐いたってば。あ、そうなの。うん、なんでお腹いっぱいだったから。うん、太るのが怖くて。太るのが怖くて食べるやつが何々セットから何々チャーハンまで食べるかや。唐揚げから何から。唐揚げ食べて、うん、あの何々そのセット食べて、うん、めっちゃしてたよな。残らさ。でも糖質オフ麺にしてから。までして。うん。あ、でも。分からんな。でもまあそんな感じでした。うん、暴露でした。はい。ありがとうございます。はい。それでまあ。摂食障害は未だ継続中ということで、はい、はい、ありがとうございます。ではここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、先ほどハトさんから、なんとか気合で髪の毛が生えるようにならないかなということでしたので、うん、ちょっと気合がなんか気持ちがちょっと上がっていくような、うん、気合の入りそうな曲を選びました。はい、はい、ジャムプロジェクトフューチャリング水木一郎さん影山博信さんで、うん、ストーム、どうぞお聴きください。ああ入ってた、俺の不意が。すごい始まりがすごい、このストームって曲。うん、ロアさん。まあ、なるほど、そういう理由だったんですね。はい、ロアさんよろしくお願いしますって言ったの笑っています。しかも夏美さんなんかさ、あの言葉がさ、たまに変ななるわけよ。うん、たまに変ななるからさ、なんかあのご飯食べてる最中にお腹空いたとかって言ったりするわけ。言うね。食べてるだろって。昨日吐いたの。吐いた。怖くなったって言って。怖くなったっていうのと、なんかお腹にも、うん、ものがあるのがすごくなんか嫌で。うん、はあ、はあ、はあ。まあそれも摂食障害のいわゆる精神状態なんだろうな。なんかすごく嫌だったんよ。あの美味しかった、とっても美味しくって、うん、いただけて美味しくって、だけど、うん、なんか食べた量とかも心配になったんかな。うん、罪悪感がすごくなって。そう、なんかだんだんなんかね、あーこれはやばい、健太さんが来る前に吐かなきゃってなって。でも帰ってくる時にファミマでいちごプリン2個買ったし、うん、その日のうちに食べてたよ。うんうん、夜、うん、食べてたね。投げ輪も食べてたよ。あ、投げ輪、投げ輪ってなんで。お菓子。あ、お菓子ね、うん、食べてたね。食べてたよね。あれはじゃあどういうこと。あれは、あの、はい、食べたかったんだよ。イエーイイエーイまん丸顔してからね。どういうことやねって本当になる、うん、まあでもね、健太さんもね、ちょっとあの食べる量やっぱり増えてるからね、顔パンパンだしね、なんとか。顔パンパンだな、本当に満月みたいだな、私。いや、なっちゃんのなんかまだなんていうのかな、可愛らしいパンパンではあるけど。いや、それはあの嫁フィルターがかかってっぞ。あ、そうなの。かかってるかかってる、ほんとこんな可愛くないパンパンだよそうですかだからまあ健太さんも痩せなきゃな、運動しなきゃなと思ってるんだけど、ね、野球もね最近全然行ってないしね、うん、ちょっと運動しないとね、ほんとに運動しないとね、うん、
ロアさんやっと終わったって。あ、お疲れ様です。病院終わった、お疲れ様。長いですよね、病院 ね診察から。長いよね、長いよね、うん、病院ね、うん、夏美さんいつも病院行くとき嫌がってますよ。嫌だーって、ゴジラみたいに暴れてからそうそうそう、家を一通り壊してからって。嘘だけど。ロアさんから。ロアさん野球されてるんですか？はい、もともと少年野球から高校1年生までですけど、うん、はい、野球やってましたよ。うんうんうん、うんうん、なんかね、野球好きみたいですよ。はい、草野球したくてしょうがないですよ。草野球ね。はい、うんうん、あれでしょ、青年野球みたいなやつでしょ。青年野球って言い方あるのかな、分からんけど。社会人野球じゃないけど、草野球、草野球ってあるのよ。なんで草野球って。少年野球、高校野球、プロ野球で、社会人野球、大学野球とかって、その中のやつで草野球。絶対草がなきゃダメなの。なんで草野球って名前なのかよく分かんないけどさ。絶対草が生えてなきゃダメなのかなと思ってて、うんうん、いや意味が、それも草が生えてないといけないっていうあれも意味が分からんけど。あ、ロアさん、はい、旦那も野球やってて草野球してますってよ。みんな、はい、お聞きいただきましたのは、ジャムプロジェクトフューチャリング水木一郎さん、影山博信さんでストームでした。こちら2000年に発売された OVAオリジナルビデオアニメですね。シンゲッターロボ対ネオゲッターロボのオープニング主題歌として、発売された楽曲で、うん、まあ、発売から20年以上経って、うん、2023年今年ですね、うん、夜遊びのアイドルっていう曲あるさ、うん、テレビアニメ推しの子のオープニングの、ルテキの笑顔でレスメリアでしょ。これがね、サビの途中からこの曲に変化する、うん、なんかマッド動画、え、なんかすごいそれ不思議だね、があって、これが一時ネット上を賑わせたと。へえ、はい、聞いてみたい。動画が YouTube 上にありますので、うんうん、はい、ぜひ気になる方はアイドル、ゲッターロボで検索したら出てくるかな、うん、アイドルストームで出てくるかもしれない、うんうん、はい、ぜひご覧ください。はい、なんか皆さんも健太さんのおすすめとかいろんな聞いてみましょう。はい、ではエイティクです。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、本日は、髪の毛頭髪の日ということで髪の毛についてお話ししてきましたけれども、うん、はい、本日のトークテーマいかがだったでしょうか、夏美さん。あれでしたね、話題が豊富でしたね。どういうこと？話題が豊富っていうのは、うん、実は一回撮り直したんです。うんうんうん、一回撮り直したんですけどね、うん、YouTube の動画を入れ忘れてて、うんうん、録画し忘れて、うん、で全まあ話1時間話してるってことになるさ。まあまあ、30分の番組、30分と30分で20分撮った後にもう撮り直そうってなって撮り直したからね、うん、そうそうそう、だから20分撮って、うん、まあ20分じゃ撮るってことで、まあ、今45分ぐらい、まあ、ちょっとよく分かんなくなってる。はい、お手上げ計算分からんけど、うん、まあそんぐらい髪の毛っていうだけで話がいっぱいね、うん、あってね、持ったね、持ったねじゃない、間違った、持ったねじゃなくて頭盛り上がったねって言いたかったの。まあある程度ね、やっぱりちょっと同じような話ではあるけど、まあ精神的な疾患と髪の毛って本当に密接にもしかしたら関係してるのかなと思って、うん、かもしれん。メンヘラさんに限らずね、多分一般で、うん、一般というか健常者という言われるような、うん、方たちも、うん、自分のねやっぱり精神的な部分をカバーするために、うん、なんかもう髪の毛変えてすっきりしたいとか短くしてすっきりしたいとか、うんうんうん、やっぱり気分を変えるために髪の毛ってやっぱり変えるじゃん、うんうん、色も変えてみたりさ、うんうん、そこら辺はまあ共通してあると思うんだけど、うん、やっぱりただどちらも気分を変える、そう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 、うん、だから髪の毛って意外とやっぱり重要な部分になるのかな。そうかもしれないね、うんうん、本当にね、精神的な部分とやっぱり密接で、うん、はい、メンヘラジオとしてもふさわしい
トークテーマではあったんじゃないかなと思ってるんですけれども、うん、そう、夏美さんももう明るくしたいもん。ああ本当したい、うん、やっぱり夏美さん薄ピンクが一番似合うよ自分でなんかちょっと変な人だけど薄ピンクちょっと変な人っていうか、うん、ちょっと奇抜な感じだけど、うん、薄ピンクが似合ってたと自負しております。あ、うん、いいんじゃないですか、うん、またやりたいね、うんうんうん、そうね、あの時はサエリーがね、ブリーチ2本、市販のね、うん、ブリーチ2本買って、それにピンク色のカラー剤買って、うんうん、1日でそれやったからね、ブリーチ1回買ってめっちゃ髪の毛お風呂入ってブリーチまたやってって、うん、だから大丈夫かなって心配にはなったよ。痛くない、っつって、ね、ちょっとピリピリするとは言ってたけどブリーチ2回やってさらにでもやっぱり気分をね上げるためにはやりたいなっていう思ったんじゃないでしょうか。はい、はい、では、本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。ロアさんさ、うん、あごめんコメントがさギリで読めなかったけど、うん、ロアさん染めたい欲ありませんって。へ、そうなの？そうなの？そうなんだ。じゃあ黒いま